信長見聞録天下人の実像文石川拓司今回の信長の言葉まず兵糧を整え宗来いて蔵に入れ置き宗来へ戦国大名たちは天下統一というゴールを目指して競っていた後世の人間の多くはなんとなくそう思っているけれどそれは 歴史を後から振り返ってみることによる錯覚だ信長、秀吉、家康という三人の武将の手で戦国時代に終止符が打たれたという結果を知っているからそう見える一寸先は闇なのだ十年後の日本がどうなっているか誰にもわからないように当時の大名たちに天下統一という鮮やかな結末は見えていなかった 織田信長という例外を除いては誰も天下を無双しなかったとは言わないけれどただ夢見るだけではなく明確な目標として意識し戦略を立て実現すべく具体的な行動を起こしたのは信長が最初だった秀吉や家康はその後継者に過ぎない 清軍を起こした信玄が天下を目指したのは明白だけれどそれも信長の模倣だ天下統一こそこの中世の破壊者の最大の発明だったとはいえ最初からそんなことを考えていたはずはない何しろ父信秀の家督を継いだ当初は かろうじて終わりの3分の1を支配する小勢力にすぎなかった東に今川北に斎藤という大敵を抱え身内同士の争いに四苦八苦していた実際家の彼がそんな途方もない夢を抱いたとは考え難いならばいつ彼の心に天下取りの夢が芽生えたのか身の攻略に成功して 稲葉山城の主となり天下布武という印象を彼が用い始めた時点より前であることは確かだそんな待望を世に誇示するからには果たして実現可能な夢か否かを熟慮する期間が必要だったはずだ確かな資料でそれを確認することはできないだからこれはあくまでも想像だが信長が天下を意識し始めたのは 清洲同盟の時ではなかったか桶狭間の戦いの後今川の支配下にあった松平元康が故郷三河の岡崎城に帰還し独立の機運を見せるその元康と信長が清洲で会見し同盟を結んだという伝承があるあくまでも伝承でありこの会見についての信頼できる記録は見つかっていないのだけれど 信長がどこかで元康と直接対面したことを私は疑わない池に大蛇が住むという噂を聞けば自ら池に飛び込んで確かめる人なのだしかもこれはただの同盟ではない吉本を討ちはしたが今川氏が滅んだわけでもなければ信長の軍勢が急増したわけでもないのだ 限られた軍勢で美濃を攻略するには、背後に絶対的に信頼できる本物の同盟者が必要だった。顔も見ずにそんな同盟を結んだはずはない。信長が本能寺に倒れる日までこの同盟は続く。元康、つまり後の徳川家康は、どんな時も信長を裏切らなかった。信長はおそらくその時、 天下不武の夢を本康にに語ったたののだそそしてその巨大な夢康康は動かされた元という同盟者を得て信長は「御能攻略」を本格化する桶狭間のような決戦は行わなかった周辺から圧力をかけ敵の武将を「超略」で一人ずつ寝返らせるという戦略を7年続けた。 まず氷籠を整え総来て蔵に入れ置き総来。佐藤喜の神親子が内通してきた時信長はこう言って気前よく兵代黄金50枚を送った。最終的には斎藤方で最有力の武将3人の調略に成功し稲葉山城を包囲しただけで斎藤立興を降参させてしまう。 短気な信長が無縁な方法を選んだのは敵味方を問わず兵力の消耗を避けるためだ敵軍を吸収しながら信長は着々と兵力を拡大するその7年の歳月は天下布武に必要な軍勢を育てるための期間だった